最近はいろんな関西私鉄が古い車両を新車同然に魔改造しているよね。最近だと近鉄の VG23 編成や、山陽電車の3000系3072編成なんかが話題だよな。まあどっちも行き先表示器を LED にしてて、完全に新車らと馴染もうとしてるよね。近鉄に関しては顔面の原型なくなりかけてるもん。他にも京阪とかもそんな改造をしてるんだけど、それは南海も同じなんだよね。ということで今回は、新車同然に魔改造された、南海本線初のステンレス車両、南海9000系について解説していくよ。名列車解説。1980年より前の南海本線は、基本的に普通構成の車両を採用しており、当時は7000系列がメインで走っていたよ。しかし、そういった普通構成車体の車両だと、海が近い南海本線では、塩害の被害により、車体がかなり錆びついてしまったりする問題が発生していたよ。さらに当時特急、急行を中心とする優等列車の運用で、9000系の車体の老朽化が目立ち始めていたよ。そうして旧型の普通構成車体の車両を粉砕する名目で、南海は新型のステンレス車体の車両を導入することとなったよ。その車両こそが南海9000系だよ。1985年から1988年の4年にかけて、6両編成2本、4両編成5本の計32両が東急車両製造で製造されたよ。この車両は前述の通り、南海本線系統向けとしては初の採用例となる、オールステンレス製車体を備える20無給両開き4ドア通勤車であり、車両の基本設計は荒野線用の8200系をベースとしているよ。ちなみにこの車両の導入後、南海本線に導入される車両は全てステンレス車両となっているよ。車体には、8200系で初採用された有限要素法による軽量ステンレス構造車体を備え、ただし、車体には従来通り側板にコルゲーションが施されているよ。この9000系の窓配置も8200系に準じたものとなっているよ。正面形状については、8200系と同様外周部に、FRP 製の円飾りが設けられたが、従来と比較して左右の妻窓の高さが屋根近くまで拡大され、いわゆる額縁スタイルとなっているよ。車両番号は従来の貫通ドア下部から、運転台上部の窓内部に、バックがダークグリーンに塗装された上で表記されたよ。もっとも、左右の腰板部に配されたシールドビームによる前照灯や尾灯、それに貫通道上部に設置された行き先表示幕などの形状、配置は、8200系から踏襲、元いパクったものとなっているよ。また、踏切事故対策として、南海の通勤型車両としては初のスカートが装着されたよ。当時の荒野線用ステンレス車が完全無塗装であったので、本系列は南海本線用であるが、完全無塗装にした場合、難波から天座茶屋の区間で南海荒野線との誤乗が絶えない可能性が出るので、誤乗防止の観点から一般車の腰板部に塗られていたのと同じ、グリーンの着色フィルムによる識別体が前面と側面の窓下に調布されたよ。そしてこの車両の車番のフォントに注目すると、南海伝統の欧風書体のものになっており、実はこの車両以降は欧風フォントから3万系のような、ゴシック体となっていったため、欧風フォントは本系列が最後の採用となったよ。8200系と同様のロングシートであるが、全体のカラースキームが暖色系に変更され、座席のモケットは当時南海標準のえんじ色、青色のカーテンが設置されたよ。このモケットは後年になってから、灰色っぽいモケットへと換装されているよ。さらに座席の仕切りが従来のパイプ製から、新しく木目模様の入った仕切り板に変更されているよ。冷房装置は冷凍能力1500クカルフの三菱電機製、CU191 を各車4機ずつ搭載し、同系列と同様天井に横流ファンが設置されているよ。主勢力は日立製作所 VMC-HTR20B 開示直下勢力を、モハの奇数車に、2機の東洋電機製造 PT4803A 下枠交差式パンタグラフと共に搭載しているよ。この勢力は、型番の VMC が示す通り、日立製作所特有のバーニア勢力をベースに、開示勢力を直下勢力で代替したものであり、使用線区の線形の相違などもあって、同じ開示直下勢力ながら三菱電機製の勢力を搭載した、8200系とは機能や特性がやや異なっているよ。主電動機は8200系用 MB3280AC の実績をもとに、改良が施された、三菱電機 MB3280DC 直流副間式電動機をモハに各4機ずつ装加するよ。台車は従来通り2枚の板バネで軸箱を支持する平行支持板式の、ダイレクトマウント空気バネ台車である、住友金属工業 FS392B-92 を装着するよ。ブレーキは従来採用されていた HSC 系電磁直通空気ブレーキに代わって、三菱電機 MBSR 改正制動併用電気指令式ブレーキを採用したよ。これにより、直通管とブレーキ管の2本の空気管引き通しが不要となり、元空気流管1本で済むようになったため、空整系の保守作用が大幅に簡素化されているよ。また、この車両は南海本線の車両としては初の改正ブレーキ付きの車両であるよ。9000系の4両編成の新造直後は普通運用を中心に充当されていたが、7000系と同様に編成ごとの補助電源装置が、1機しか搭載されていなかった影響で、基本は故障時のシステムの冗長性確保を考慮した、2編成を並結した8両編成での運用が主流であったよ。後年は主にラッシュ時の急行、空港急行、羽村崎以北の区間急行運用などの、8両編成の優等種別に充当されていたよ。
1993年に関西国際空港開港に伴う新 CI 戦略に伴い、車体塗装がオレンジとブルーの新塗装に変更され、車内のモケットやイメージカラーも一新されることとなったよ。そして1993年より運転を開始した新種別、空港急行ではこの9000系が8両編成を組んで大活躍し、1000系と並んで空港急行のエース的車両として活躍することとなったよ。しかし、この車両はブレーキが旧来の車両と異なっているため、従来形式とは連結ができないようになっていたよ。そこで、1995年に、1000系の9000系連結対応工事が行われたが、方向膜の動作に難があったことや、搭載冷房機のメーカー及び空調制御方式の違いによって、試運転を除いて1000系との並結運転は行われなかったよ。4両編成はこのようにぐっちゃぐちゃで運用していたのに対し、6両編成は特別運用上の制限はなかったため、6両編成車が充当される全ての種別の運用に区別なく充当されているよ。なお、この6両編成は並結を行わず単独でのみ運用されるため、電気連結機と貫通ホロを装備しておらず、女性専用車の設定対象外であるよ。また、分割併合を行わないため、記念やイベントなどのヘッドマークの形質対象になることがあるよ。そして9000系の4両編成はなんとたまたま、2011年に登場した特急サザン用の新型形式、10000、2000系とブレーキがほぼ共通で、なんと実際に並結運転が可能となり、特急サザンの自由席車両としてデビューを果たしたよ。そんな変遷をたどりつつも、南海9000系は老朽化でそろそろ車齢が寿命に達そうとしていたよ。しかし南海は、この9000系をまだまだ使えると判断し、2019年よりバリバリの魔改造を実施することとなったよ。その魔改造の施工後がこちら。なんということでしょう。前照灯はどこぞの会社の車両で見たことのあるような形になり、さらに驚きなのは、行き先表示器で、なんと線形リニューアルと同様に、フルカラーでしかも中国語、韓国語、英語、日本語の、4カ国語に対応したグローバルな表示器が採用されたよ。車内に目を向けてみると、8300系のような LCD が設けられており、さらに車内の座席モケットも8300系の8次車と同様になっていて、床や側面の化粧板も張り替えられているよ。こういった魔改造は、当時増えていたインバウンド需要の対応に加え、8300系に準じた本線のサービス向上を目指した結果であるよ。そしてさらに、制御装置を開示直下制御から、8300系と同型の日立製 IGBT-VVVF インバータ制御へ変更し、同時に主電動機を直流含巻電動機から、3層カゴ型誘導電動機へ変更したよ。これにより南海9000系は、1980年代のオールステンレスの古い車両にもかかわらず、車内はピカピカだし、行き先表示器は4カ国語対応、床下からは見た目にそぐわない IGBT-VVVF といった、かなりのギャップが詰まった面白い車両となったよ。1980年代に製造された車両は、関東やその他の地域ならすでに粉砕が進行しているだろうけども、この9000系は、現在でも更新を受け、一本もかけることなく、なんなら昔よりさらに活発に本線を駆け回っているよ。あの顔で新型の IGBT-VVVF はギャップやばくね。まあしかも、ただ機器類が更新されただけの高野線6200系と違って、こっちは行き先表示器や前照灯まで変えられてるからな。外国人もこれにはびっくりでしょ。まあ1000系と同様の4カ国語対応行き先表示器は、いろんなところで都合がいいからね。でも1980年代製の車両につけたのは驚きよね。こんな感じのギャップ含めて超面白い9000系、ぜひ南海線に来たら一度は乗車してみてね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。